はい、無事でございます。どうですかこれ、アクセスのバイナス TI スノー、ね、この小さなボディから信じられないようなね、すごいサウンドが出ますね、今の音もそうですけど、あのアクセスバイナス TI のね、もうこの凄さをこの小さな箱に凝縮してしまってるというね、ほんとすごいです。まあこうつまみがこうね、前の方に6個ありますけども、もうこれをつまみがね、あの厳選されたパラメータがここに3つアサインされて、まあこっちはボリュームね、でカットオフとレゾナンス、非常にシンプルで、このボタンで、バンクと、各バンクがいっぱいあって、ロムとラムがあって、その中の、8つずつをいろいろ切り替えて、音色を切り替える、全部でね1024音色入りますから、すごいですね。じゃあいくつかの音色を紹介していきましょう。このね、微妙にこう、感じでございますね。ご機嫌でございますね。この音色もそうなんですけど、これデストロイというパラメーターがあって、回してみるね。そうすると破壊されていくというね。これは効果音ですね。これは最高。この音をキープしながら次の音に変われるのね。ね、音が途切れない。
セスバイダス TI スローでございました。もちろんインプットもついてるから、でさらに USB でコンピューターとつなげるとオーディオインターフェースにもなってというね、すごい機械でございます。はい、先ほど紹介したのはですねシングルモードだったんですけども、このバイラス TI スノーではこのシングルの音色を4つまで重ねて非常に分厚い音を作るね、マルチモードっていうのがあるんですね。例えばそれを、例えば2つの音色をねスプリットして使うと、まあリードとねベースみたいなこともできますね。さらにベースとこうドラムの音とね、これも全部シングルで作った音色を重ねることで、ということができるんですね。まあさらに4つの音色を重ねることで、スペーシーなこのね、素晴らしい音を作ることができるわけですね。アクセスバイラス TI スノー、いかがでしたでしょうか。